茨城県白里町の養鶏場で鳥インフルエンザが確認され、およそ93万羽のニワトリの殺処分が始まりました。これで今シーズンの鳥インフルによる国内での殺処分数が過去最多になりました。茨城県によりますと、昨日正午前死亡するニワトリが増えているなどと家畜保健衛生所に通報がありました。遺伝子検査の結果。 H5 アガタの高病原性鳥インフルエンザと判明しました県はこの養鶏場のニワトリおよそ93万羽の殺処分を開始しましたこれで今シーズンに殺処分の対象になったのは全国で998万羽になり2020年度の987万羽を上回って過去最多になりました 農林水産省は先ほどから対策本部会議を開いて感染の拡大防止を強化する方針です。